幸せになるために生きる。死んだら幸せになれない。そうだよ、当たり前なのに幸せにならなきゃ。あ、俺幸せになりたい。お前らみたいな腰抜けとは違うんだ。オイラは負けねえ。どんなに強い相手だろうとも、もう二度と負けねえからな。話せ。私は湯婆婆と話をつけて弟子を辞める。平気さ、本当の名を取り戻したから。元の世界に私も戻るよ。今日はいい感じ。次の駅で原田さんが乗ってくる。まずはおはようと挨拶しながら、僕は原田さんが潰されないように守ってあげて。お前なら助けられたはずだ。お前はファブナーに乗っていたじゃないか。お前なら自分たちだけ生き残って、それでいいのか。賞賛はあったよ。地球連合軍が艦隊を派遣してくれたらいいだけなんだから。でもなかなか動いてくれなくてね。そんなパーツだなんて、違う違うよそんなの。そして仲間を信じてやってきたんだ。絶対にパーツなんかじゃない。そんなの間違ってる。やつのシャドウに反応したんだろ。さすがはあの竹内空が作った眠りの森、その正当後継者伊達じゃねえな。どうせ年食ってガーデナーとやり合えなくなったら、どこかのタウンに落ち着くんだぜ。そうしたらいくらでもうまいもの食えるって。みんなが逃げ回ってるところに建物が崩れてきて、この本のどこにも姉さんを生き返らせる方法なんて書いてない。まさかキャッチにピンキーが入ってる。夏、うん、どうしてそれを言わない。夏、早くピンキーをコレットに移す。夏、そういえばお前もここに住めるよう部屋を用意してやったが、どうする？ルイスも、姉さんも、いなくなったんだ！お前に心がなければ、作ったものが強いるままに、ただ暴走を続けるのなら、俺がお前を消すと、焼いて、将来！金は取り戻す。必ず。この世界にもう羽はない。なら、この世界に留まる必要もない。でも、これは里と里の争いごと。今までの喧嘩とは違う。だから。だから。君を失いたくなかった。国や里のために汚い任務をずっとこなし、裏切りの任務を遂行してきたお前だからこそだ。お前は、この世が偽りでしかないと知っている。流れ星っていうのはね、神様が天の蓋を開けた時に漏れる光なんだ。だからその時に願い事をすれば、神様に聞き届けてもらえるんだよ。そうですよ。科学の進歩のために尊い犠牲が必要なんですよ。それが世界のためになるんですから、女王の卵としては本望でしょう。これまで生きてきました。あなたの喜ぶ顔が見たくて。黒光様！俺は今、感無量だ。よくぞここまで成長した。おめでとう、クオン。我が兄弟。ちょっと待ってよ。何言ってるのかわけわかんないよ。死んだとか、お悔やみとか、俺はちゃんと生きてるじゃないか。本当にシュリさん？ゆかりさんじゃなくて、シュリさんなんですか？そうじゃなくて、ゆかりさんって、一体何者なんですか？シュリさんとどんな関係なんですか？空間切断能力を持つ白金、二機を合わせれば完全な空間制御能力を持つアスラマキーナになる。鋼と同じだ。どうこう、嫌な予感。見なかったことにしよう。大丈夫、一生に一度の買い物じゃない。欲しいものがあったらまた連れてきてやる。本当？ああ、だから今日は今着たい服を選べばいい。卒業後も帝国の名に恥じぬ立派な軍人になるため、たゆまぬ努力を惜しまぬ所存です。卒業生代表、シュリオーク。サキネー、本命の人なんていたんだ。僕はサキネーからの
山本美咲からのチョコがあればそれで。僕寄りたい店あるから。僕は何も持っていなかった。でも今は持っている。愛する人と、そしてこのナイフを。投げては全国注目の4番を含めての9奪三振。いやいや、いわゆる衝撃のデビューってやつですか。今日の昼前、街を歩いていたところをクラスベルに拉致された。僕の力じゃお前ら貴族には太刀打ちできない。エスリナがいないならこんな腐った世界で生きていく意味なんて。クヤだとコロッケ買ってもものの数分でついちまう。しかも芋コロッケって一番安いし。なあ、ロマンドのカスタード塩を買ってきてくれよ。北西からも同じく容器の塊が。おっと、北東からもだ。まったく、ジジイは累戦が緩くていけねえ。メイは決して一人で強くなれるものではない。互いに切磋琢磨し、しのぎを削るライバルがいて初めて成長できるんだ。涼子の過去に何があろうと関係ない。俺は今の涼子を守るだけだ。へえ。ただお前だけは絶対狩る。離れてく一方だったもんが、たったそれだけで近づき始めると思うぜ。ファイト。会社の代表権も認められていません。それらについては今後取り調べさせていただきます。ですが、一つわからないことがあります。死んだのは誰なのですか。それはそれとして、将軍家の燃えろオーレの効果は絶大なものがあるな。お嬢様があんなにもやる気満々に。やる気満々、この流れなら。冷静に事態を捉えれば、女の子と一つ屋根の下ってことなのかな。でもな、ちくわにメソースはねえべ。怖い思いをさせたよね、ごめん。これで最後だから。あの、ちょっと信じて。大切な存在が死んでしまったのに。ご老人、アガルタ世界は現世での命の儚さ、意味の乏しさを知りすぎている。だからこそ滅びゆくのではないのですか。メンマはまだ帰ってこない。俺のストレスが具現化した俺の幻想。もともと存在なんてしないはずなんだから。橘千鶴です。チャームポイントは泣きぼくろです。はい、では最後の一人張り切ってどうぞ。勝利のピースは揃っている。君の戦いは無駄ではなかった。ホソル、ユーマ、勝つぞ。人間ごときのためにバカな奴だ。さあ来い、ナンバーズども、お前たちはこの俺が取り込んでやる。次、俺か。ああ、そういえば怖い話でもないけど、唐沢のことで思い出した。あ、ちょっと、それは言えん。唐沢にとっても知られたくないことだろうし。銃よく豪を制す、ではなく、豪よく豪を制すか。投げき、ゆっくり休め。僕がやる。それもかなり手強いよ。結界を解くのには時間がかかる。でも、僕なら入れる。僕がやらなくちゃいけない。ねえ、ゆき。僕と友達になろっか。その顔、生かしてない。浦部のよだれを舐めた日から、俺、こんな写真が財布に入ってるのなんて、すっかり忘れちまってた。だから、浦部、これがお前へのアプローチだ。司令、いつかみんなで、日本に行ってみたいですね。猫の国に行く日が来たようです。今日は早退しますね。毎日の笑ったり泣いたりにどんな意味があるのか知らないなんて。あんた気の毒だな。羽か翼だっけ。なんかこの前と比べてすっげえ普通になっちまったな。だってさっきもこの俺が、この俺のヴァンパイアの視力が。内地では髪のクカルタが主流だって聞いて、だったらそっちも強くなりたいなーって。名人だっけ、そのくらいに。
僕はアポロン、ギリシャの神だよ。以後お見知りおきを。言ったろ、約束を果たしに来たって。それに思い出したんだ、この島に吹く風は気持ちいいって。入っていきなしサーブはやっぱ緊張すんな。でも狙うところは一つ。おい、ちょっと待て、ふざけんなミカ。何がどうなってんのか説明しろ。いいからちょっと止まれ、いい加減にしろ。バカらしく遊ぶもんだぜ。さあ話せバカ野郎。はいはい、バカで幸せ。それじゃあおかみさん、今日はあと客取らないぜ。あなたたちの相手が終われば一段落つきそうだし、そういうことでいいですよ。憑依。はい、それではどうぞ。西宮、おう、今日はゆずるも一緒だな。よし、映画でも行くか。おもしれえな。よっ、来ちゃったぜ。なんで釣り堀でカッコつけてんの。誰を意識してんの。見てるのじいさんと魚しかいないんだけど。別に普通。普通じゃないでしょ。ちょっと立って。ちゃんと認めてくれているんだ。この人たちにレベルの高い低いは存在しない。あるのはそれぞれが誰なのかということだけだ。はじめまして、ここの職員の姫塚瀬尾だ。カタカナで瀬尾。瀬尾って呼んで。よろしく。カタカナ。元イギリス人だからな。いや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 、あの人たち僕もよく知らないんですよ。ほとんど他人みたいなもんで。いやほら、たまには気分転換でもしたいなーなんて。小説や映画ならそれも許されるかもしれない。でも歴史は科学です。情緒や何かの目的のために事実を曲げてはダメだ。違いますか。あれ、それが今や首輪をはめられたエースの奴隷だ。俺は物心つく前に人買いに売られ、流れ流れてここに来た。死ぬがいいならいいけど、俺のことなら気にすんなよ。え、言ったろ、実際あいつのおかげでチームは強くなったし、あの時辞めたことで俺は卓球に出会えた。ブー、嫌なこった。だから言っただろ、すぐにボロが出るって。どうしても返してほしけりゃ早掛けで俺と勝負しろ。ヒーローの出番だな。かっこいいだろ。だって一文字違いじゃん。絶対相性バッチリだと思うんだよな。あ、危ねえく、噛みつく。ウィニー、こっちも噛みつくな。彼こそはキリンジ、鹿之助、大活躍。であれで、待ってください、おやさん。大切なことを思い出す手がかりも消えちゃうだろ。だから決めたんだ、たとえ闇に落ちるかもしれなくても俺の痛みはこのままでいい。たとえそれが博士の言う偽であっても、俺が神になったことで死のうと思う人はいない。逆に神候補の誰かが神にならなければ絶望して生きていけない人がいる。自分の命よりも大切な人の命もある。